の始まりです。編成は見ていただけるとわかるので割愛します。では行きますよ。今回の編成は人妻もしくは、夫婦と思われる編成で攻略します。にゃんでやねんが微妙に感じるんだが、夫婦漫才だから採用したのか。ちなみにアフロは、神話でいうところではヘパイトスの妻だったそうで、まあいろいろ複雑なものがあるので複雑なのですが、また違う神かもしれないのではっきりもしませんが、今回は第一形態で人妻認定させていただきました。手順としてはワゴンを出して牛を足止め、その間に黒御霊を出していくわけか。ここで早めにトカゲを倒した方がいいんだけど、射程で飼ってるキャラがいないことや、攻撃力が特に高いキャラがいないこと、それと見繕っても6枠しか確保できないため難易度は高めです。まだ極ムズなのに苦戦するわけかよ。以前も何かの攻略でこの縛りやったと思うんだが、他の制限での攻略も考えないと飽きられるぜ。一応難易度が高めになる縛りを入れているのですが、中二縛りはとっても強くなるので、考えを別の方向に変えてみようと思っています。中二縛りってそんなに優秀だったか、あ。エアコラボのキャラが該当するので数が多いんですよ。他の縛りを考えるとして、攻略自体が難しい編成を考えなければいけません。この縛りは超激レアに枠使ってますが、狂乱ファミリーズは結構難易度が高いです。もっと高斬新な攻略を考えたいところですが、今思いついてるのはかなり困難なんですよね。またしょうもない縛りか何かなのか。いえ、ドロップキャラのみでの攻略を考えているんだけど、強すぎない、アトム課金攻略とどう違うのかわからないんだよね。随分前から行き詰まってるみたいだな。この攻略自体はここまで揃ったら出せるキャラを出していくだけだな。それでも倒す手順を間違えたり、巨神の波動次第では負けます。活用すべき点はワゴンと黒御霊でうまく妨害しつつ、アフロで鳥にダメージを与えるところでしょうか。今回のステージ特性の場合、奥様がうまく使えないから難しいんだよな。正直レベル50の無課金編成の方が攻略自体は簡単です。大狂乱やゼリーフィッシュが使えるのはもちろん、コスト面でかなり優位が取れます。だが嫌な残り方したもんだな。タンクの射程は長いし攻撃力は高い。鳥は浮いてる敵だから白い敵妨害はできないぜ。黒御霊はやられてしまいましたが、あとこの2体を倒せば消化になります。アフロが無事なのでそこをうまく考えて攻略します。だが鳥ってアフロより射程長くなかったか。数は減らされますが対策として、タンクが前にいる時はそれを起点にすれば射程は勝てます。アフロやられてるんだが、再生産が間に合えばいいです。時間稼ぎにワゴンを出してタンクを妨害、さらにアフロで攻撃を続けます。この位置だとまたやられるんじゃないのか。でも確実にダメージは与えてるので、そろそろ黒御霊を出します。鳥には関係ありませんが、結果から言えば体力は並なので時間の問題、かなり際どい攻略には違いないですが、獅子自体がそういうものなので、そこを達成するのが面白いのだと思います。結構時間がかかってるようなんだが、もともと攻略に時間のかかるステージなのと、制限が厳しめなので10分程度に繕ったとしたら、妥当な時間ではないでしょうか。しかしさすがに苦戦する構成だよな。もっと高確実な方法はないのかよ。これでも十分対応してると思いますが、足止めしつつダメージを与えていき、大型の生産ができたら10万ほどダメージを与えていきます。その際攻撃しやすいように敵の戦闘をタンクにして、遠方範囲でダメージを与えていきます。だったらなんでワゴンなんか使うんだ。射程自体はタンクの方が短いので、時間が経てば並びは戻ります。簡単に言ってしまえば、攻撃の機会を少なくするわけです。配置から考えると鳥の攻撃受ける気がするんだが、で倒したか。あとはタンクだけなので、ワゴンで妨害しつつ、出せるキャラを出して倒していきます。白い敵だけだから黒御霊とワゴンを使えば対処できるよな。あとはニャンでやねんを混ぜつつダメージを与えていきます。ここまで来たらアフロはしっかり守ってあげて、攻略の無駄を減らします。さあ黒御霊の出番です。妨害に結構高い攻撃力、おまけに守りも十分です。決着がついたな。出は時間がかかりますが城を破壊しましょう。
もう敵は出てこないので攻撃役だけ出してれば大丈夫でしょう。奥様の活躍する場面ってここぐらいだな。にゃんでやねんと奥様をうまく使って、あとは再生産できるなら大型を準備します。もうこれは小型のキャラに任せた方がいいみたいだな。リリース当初は難しかったこのステージも、自由度の効かないこんな縛りでよく攻略できるようになったもんだ。攻略自体はもともとできる環境だったんだよ。それに今回気づいただけ。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。教習ステージ頑張ります。そうだったな。